こんにちは。今日はですね、Amazon の Kindle 本の電子書籍の出版にチャレンジしようと思ってます。ちょっとネットカフェなのであまり大きな声出せないので小声で、録音しております。で、私のアカウントですね。で、もろもろの本の詳細、アカウント登録が終わってる前提なんですけれども、本の詳細、著者名、著者名ですとか、本のタイトルとか、内容とかをこう登録して、で、今回、絵本を、出版しようと思うんですけれども、絵本とか児童書をですね、出版するのに便利なのがですね、こちらですね。Kindle Kids Book Creator です。こちらをですね、開くとですね、画像をですね、登録できます。PDF または JPEG で登録できます。これさっきですね、コンビニで、スキャンしてきた画像です。単に。で、この画像を、登録して、これですね、保存、出版用に保存っていうとですね、このモビという拡張子のファイルとして保存がされます。で、これが肝でですね、この Kindle 出版するときに利用するこの Amazon さんのサイト、Kindle Directパブリッシングですね。こちらで、原稿をアップロードするときに、このモビというファイルをアップロードすると、簡単に画像のファイルをサイト上に載せることができるという仕組みになっているみたいです。で、こちらですね、プレビュアを起動っていうのを押すと、端末で見たときの、画像がどういうふうに見えるかというのがわかります。はい。これがですね、端末で、タブレットで見た時の画像です。で、こう注意点としましては、この上と下とか、こう横の右左の部分ですね。この部分で、画像とか文字が切れていないかっていうのをこう一番注意した方がいいかなというふうに思います。で、本の詳細、コンテンツ、価格設定なんかのですね、出版地域、価格設定、レンタルを可能にするかどうかとか、こういろんな設定をして、この、Kindle 本出版っていうところを押すと、出版登録がされるという仕組みになっています。一旦こちらの動画は以上とします。失礼いたします。